質問は、相手が自分だということをもう少し納得したいと。ちょっと最近あったことなんですけど、はい。24、25と仕事が休みだったので、はい。職場には行ってなくて、25日は自分の用事で出かけていて、帰ってきたら電話があったんです。はい。で、それはケアマネージャーさんといって、私がいないときは、まあ、いろんな困りごとであったり対処する立場っていうのにはっきり決まってるわけではないんですけど、まあ、一応そういう位置にいる人から電話があって、その電話の内容を聞いてると、まあ、でそれはその別に彼女が悪いわけではないんですけど、その家族さんはとてもややこしい人で大変な人なんですね。まあ、クレーマーみたいな人で、いろいろな話をしているうちに、結局最初に私に何の相談も何もなく対処してしまって怒らせてしまったんです。それはそんなに大きいことではないんですけど、その話をしている中で、その24、25日の副パターンで、えって思うこと、なんで先に言ってくれなかったのっていうことを彼女はやっていて、それも話の中で分かってきて、私としては電話を切った後もかなり面白くなかったんですよ。なぜ言わずに勝手に動くのかなっていう、小さいことではあるんですけれども、まあ、自分がないがしろにされたような感じがしたんです。で、相手が自分っていうのは、そのまま相手が自分ではなくって、相手を通して思うこととか感じたことが自分なのかなって思うと、結局その40分ぐらい電話で話をしている中で、いや、そういうことは初めに言ってよねっていうことを結局私も言えなかったんです。自分の思いをなんか言えなくて、いつもあの人に対しては割とそうで、なんか遠慮してしまうんですね。で、結局施設長である私には何の相談もなく勝手に動いてややこしいことになったじゃないですか。で、先に相談してねっていうことを言えなかったなって思った時に、もしかすると、ないがしろっていうのは、私はいつもそういうふうに言いたいことも言えないことが多かったので、結局自分の気持ちをないがしろにしているのは私の方であって、そういうのが見えてるっていうことが、相手は自分ということなんですか？これはですね、その、まずちょっといろいろごちゃごちゃしてるんで、スッキリさせたいと思うんですけど、その相手を通して、ね、相手を通して、ね、ないがしろに、こうされているように感じたと。感じましたね。まあ、内容的にはね、小さいことなんですけど、先に欲しかったなっていうことが3つぐらいあったんです。これ、うちの人が家族を怒らせたことです。これがないがしろにされているように感じたっていうのが、これが私の心の世界のことなんですよ。私の心の世界、ね、私の心、まあ仏教ではこれは念っていうんですよね。念、私の心の世界が常にないがしろにされてるか、ないがしろにされてないかっていう世界にいるってことなんです。それはそうかもしれない。で、それはここで相手が自分って言うけど、私の心から起こしたものが私の世界を生み出すわけです。心から起こしたものが、そう、起こしたものが私の世界を生み出すわけです。ここで相手が自分っていうふうに言うけど、私が私に対して起こしているものも、私が相手に対して起こしているものも、共に私の世界を作り出すわけです。私が相手に対して起こしているものと、私が相手に対して起こしているものと、私が私に対して起こしているものが、
私の世界を生み出すわけです、うん、どっちもね。だから私が相手のことをないがしろにしなかったとしても、うん、私が私のことをないがしろにしていたら、うん、ないがしろにした世界が出来上がるんです。じゃあ私が私のことをないがしろにしている世界に私はいるんですね。そう、私が私のことをないがしろにしている世界にいる。だからその相手の態度がそう見えちゃった。そう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 。だから相手が自分っていう、この自分って言ってる場合2つの意味があるわけですよね、うん、その相手に対して起こしたものが自分とは関係ないっていうふうにはならずに、自分の世界を生み出していくっていう意味の自分という意味と、もう一つは相手を通して見えている世界が自分の世界だっていうことなんです。もう一度言いますよ。その私たちは相手に対して思ったことは、相手は私じゃないから、ね、私じゃないから自分とは関係ないと思ってやっているってことなんです。娘はだってそうなってしまいますよね。本当に分かってるわけじゃない。そうだけど、その相手に対して思ったことがね、それは相手の中だけでとどまることなく私の世界を生み出してしまうっていう、そういう意味で相手は自分なんです。うん、ちょっとは分かってない。もう一つは相手を通して感じたこと、うん、相手の言動じゃないんです。相手がこういうことをした、ああいうことをした、こういうことをしたのが自分もやることだってことじゃないんです。相手のやったことが自分もやることだ、自分の姿なんだってことじゃなくて、相手を通して感じたことなんです。この場合ないがしろにされていると感じた、それは相手がないがしろにしようとしてるからないがしろにされているように感じたわけじゃなくて、すでにないがしろにされているという世界の中にいるからそのように感じたってことなんです、うん、そういう意味で相手は自分なんです。なんか難しいよな、わかるよな。だから2つの意味なんです。2つの意味ね。相手にやったことが、それは相手は自分じゃないから自分とは関係ないんだって思ってやってるけど、でも相手に対してやったことは必ず自分に跳ね返ってくるという意味で相手は自分なんだ、つまり自分に跳ね返ってもいいと思うようなことを相手に送りなさいってことなんです。それと相手を通して感じたこと、それは相手がそういうふうにしてるわけじゃなくて、この場合自分っていうのは自分の世界がそういう世界なんだってことなんです。この場合だったらないがしろにされているという世界が自分の世界ってことなんです。なんかそういうのってね、だいぶすぐなったと思ってたんです。うん、だからやっぱりあのですね、そう、薄くはなってきた。薄くはなってきたのは、それは相手をないがしろにすることは減ってきたんだと思うんです。だけど自分をないがしろにすることは依然としてあるってことなんです。でも自分をないがしろにするっていうのは、そうやって言われた時に先に相談してねって言えなかったっていうのもないがしろにしてる。そう、自分が自分の感情に対してこうね、感じたことってあるじゃないですか、うん、それを、まあ、自分のこうその相手を気遣うとかそういうような感じでね、否定されたくないとかそういう感情からこうないがしろ無視してしまう、それってすごく多いと思うんですね、それはね、うん、やっぱり言えなかったなっていうと。そう、でそれ分かった時に、あのないがしろにされてると思ったけど、私も自分のこといつもないがしろにしてるからだろうなと思ったら、そのケムネさんに対してのモヤモヤした気持ちがだいぶ楽に
そう、それは自分がないがしろにしているから自分がそう感じたんだと、うんうん、いうふうに世界と種まきが一致した時に、うん、心が落ち着くんですよ。確かに落ち着きましたね。でもそれもずっと落ち着いてるわけじゃなくて、やっぱりなんかなっていうふうになったり、今はもうだいぶ今朝も電話があったんですけど、全然関係ないことで全然普通に会話ができましたし、嫌な気持ちとかもうなかったので、はい、なんでこう言いたいって時に打って我慢をしてしまうのは、その人に対しても一番そうなんですよ。それは否定されたくないからなんです。あ、それはこのないがしろにされている奥に、うん、溝上さん自身自分を自分で否定してるっていうのがあるんですよ、うん、自己否定があるんです、うん、だからやっぱりその否定されてる、されたくないっていう感情が先に出て自分の気持ちをないがしろにしてしまうっていうことがあるんだと思うんですね。でも否定されるっていうことは分かんないじゃん、否定されるかどうかって。でも確認するのが怖いわけです。勇気がない、勇気を振り絞って否定されるかもしれないけど確認してみるっていうことができないんです。それでないがしろにしてしまう。でも結局その先に相談をかけるべきだったっていうことは本人も思ったようで、まあ、相談2人で相談しても同じ結果に家族は怒ったかもしれないけれども、やっぱりまずかったと思ったのがすみませんって謝ってはくれたんですよ、はい、それでなんとなくやっぱり、ちょっともやもやしたけど、よくよくあとで冷静に考えてみたら、そういう自分の気持ちはいつもこう押し殺してっていうところは自分にはあるし、うん、それがいいかなって思ったら、今言われたように種の人結果が一致したからなのか、うん、そうそんなにモヤモヤはずっと自分の種まきと自分の世界が一致すると、その人が悪いんじゃないってなるんですよ。でもね、その人が悪いんじゃないっていうことをね、ずっと教えてもらって、断る場面でそう思おうとするわけですよ。はい、今日は会議をしたんですね、スタッフ半分ぐらいで。でその今回家族を怒らせてしまったっていうのは、私にも少し原因があるようで、ケアマネさんではない全然関係のないスタッフがいろんな連絡が遅いから怒ったんじゃないですかって言ったんですね。もう本当にちょっとそういうところがあって、それを言われた時にすごくまあやっぱ嫌な感じがしたわけで、責められてるように。でもそれも実際私自分の対応がその家族に対して遅かったことも現実あったから、自分も悪いと思ってるし、自分悪いと思いたくないから、その人にそういう怒りが起きるのかなと。その人が決して悪いわけではないし、責めてるかどうかもわからないから、結局自分に原因があるんだろうということはこれだけ聞かせてもらったらわかるんだけど、どうもこうすっきりしない、分かっててもすっきりしないというか、うん、すっきり分かっ、それはその責められてる世界の中にいる人はね、その自分に原因があるんじゃなくて自分が悪いっていう風にね受け取ってしまうんです。それもね、そのいつも上田さんが言われるように、私も責任として完璧なわけがないし、悪いところもいっぱいあるじゃないですか。それでは別に存在してもいいし、はい、私が悪い人間ということにはならないじゃないですか。悪いこともあって、はい、っていうことなんですよ。それも分かってる、そうそう分かってるけど自分が悪いから存在してはいけないっていう風に聞いてしまうんです。そんなことは決してないんですよね。誰もそんなこと言ってないし、はい、このだからこう頭で分かってるのに、どうして、それは私たちに分別心があって、悪いものが消えれば正しくなれると思ってるからです。やっぱそれはあるよね。そうだから悪いってなった時にそれを消しにかかるんです。自己否定にかかるんです。その一瞬はそうなるんじゃないですか。はい、ほら言われてたじゃないですか、静かにして瞑想みたいなことするといいよって上田さんも言われてたから、私瞑想するときにその嫌なことがあったときは特にちょっとじっと考えるように
してたんですよ。そうすると、あ、こういうことやったのかなってだんだん分かってくるけど、やっぱり釈然としない。うん。ちょびっと苦しさ残り。それ。そう。楽にはなったけど、うん、それやっぱりね、自分の中にやっぱり悪い自分は存在してはいけないんじゃないかっていうのがあるんです。それはね、僕に存在していいんですかって聞いてね、もらって、磯上さん、それは存在して当然ですよと。聞かなくてもそういう風に聞かないんじゃないいや、これはね、やっぱりね、自分ではね、なかなかこう、自分では自分の座布団が取れないのと一緒なんですよ。座ってる座布団が取れない。そう、そう、座ってる座布団、聞いたことあるけど、もうなぁ。それはじゃあお姉ちゃんでもいい？それはいいです、いいです。はい、一言、いや、いてもらいたいんだって言われることが大事なんです。でもね、だからといってそこまで、そのあ、こんなんやから自分はすごいダメなんだとかね、そこまで別に卑下はしてないんだけど。だってそこまで悪いと思ってないからです。思ってないんですよ。うん、でも悪い人間はいなくなった方がいいって思ってるから釈然としないわけです。じゃあ、もしそういう否定の心、分別の心がなくなったらね、毎日いろんなことが起きるじゃないですか、人と接触とかね。そんなの出会えるね。そうです、そうです。そうそう、ね、はい。いろんなことが起きようが、だからちょっと嫌なことが起きた時こそ、ちょっと静かに座って考えようとしてるんですよ。はい。で、自分の中で自己否定の心があったら、誰かにね、ないがし、自分の心をないがしろせずに尋ねるわけです。さっきのお姉さんみたいに、あんな風に言われてすごい傷ついたみたいな感じでこう言う、ね、で僕が、あ、そんな風にしてしまったんだっていうことを気づいてね、いや、本当に申し訳ありませんでした、その一言が大事なんですよ、ね、そういうことを自分の心でないがしろせずに、いや、私ってやっぱりこう悪いところがあるけど、いてもいいのかなみたいな感じで聞いてみるわけです。もちろんいてほしいよって言ってもらう、その一言がすごい救いになるんです。自分だけの力で釈然としないと起こるんです。そうそうそう、ちょっとスキッとしたと思ったんですけど、やっぱりちょっと昨日なんとなくちょっとまた気持ちが沈んだので、はい、これはその最近はマイナスの我っていう言葉が多いと思うんですけど、マイナスの我っていう、そう、マイナスの我っていうのは偽情とこう密接に絡んでるわけですよ。見捨てられるっていう、マイナスの我って価値のない自分だから、価値のないものは見捨てられるっていうのが直結してるんですよ。マイナスの我っていうのは自分の中の悪人の部分ですね。自分が悪人と思ってる部分ってことですね。そう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 、悪人の部分っていうのは多分一人ずつ、私だったら人には、トップのお年寄りには優しくっていうのがプラスの我だけど、そうじゃない自分はマイナスだし、ある人は仕事を一生懸命やるのが、やらないのがマイナスかもしれないしっていう、はい、まあ、悪の部分はそれぞれ違うけど、自分の中の悪人の部分ってことですね。そうです、そうです。じゃあ感情っていうのはどういうことですか？感情っていうのは、それをしたいと思うか、したくないと思うかっていう。したい。そう、例えばその優しいことをしたいと思うか、それともしたくないと思うか、嫌だと感じるか、好きだと感じるかっていうのが感情です。私はそのいつも介護職員として優しいことになりたいという思いで頑張ってきたと思うんですね。まあ要は話、はい、それが優しい風に、ね、見てもらったら嬉しいからっていうのが感情だし、優しいって見てもらえないと見捨てられるんじゃないかって思うのが理性なわけです。それは、あの前全然感情が見えてませんとかしょっちゅう言われたんですけど、やっぱり見えてないんですか？そう、その
感情で動いてるよりも理性で動いてるの方が多分水上さん強いと思うんですよ。じゃあ別にね、私お年寄りに優しくなんかしたくないからいいんですね、しなくて。しなくていいですかっていうと、相手は自分だから。だから最近はその自分が善だと思うことを一生懸命やって、やれない自分も受け入れていってっていう風なお話が多いと思うので、はい、一生懸命やろうとしてるけど、まあできないんだけど、まあ、一生懸命やろうとしていくっていうことは大事なんですね。そう、一生懸命やろうとして、それでできないときはできない自分を受け入れるってことです。あの最近のお話の中で結局その行動力のいつも心にかけていくっていう念仏の方にだんだんシフトしていくんでしょ。はい、それはいつかはそうなる。そうですね、結局その心を心その感情を前向きにするためにはやっぱり念仏しないと前向きにならないんですよ。仏法を聞いて心を起こしてやろうと思うのと、やらなくちゃいけないって自力でやってるのと違うわけですよ。でだんだん自分が一生懸命頑張っても心を起こさないと意味がないなっていうことに気づいていくわけです。そうすると心を起こすにはね、自分の力では起きないんです。やっぱりね、他力でないと起きないわけですよ。他力ってのは聴聞だから、聴聞しないとそういう心が起きないなっていうふうになってる。そう、一生懸命善に励むことだし、その一生懸命善に励んでいくとやっぱり心がついていかないなってことが分かってくるんです。だからその心をどうしたらついていかせることができるかっていうことに自分の視点がシフトしていくんですよ。だから心を起こすには念仏しかないってなるわけです、うん、念仏っていうのは私たちにとっては聴聞してる。そう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 、はい、なんかこう先月もお聞きしたと思うけど、よしやっていこうっていう、そういうやるぞっていう気持ちはなんか強固な気持ちにはなかなかなれないです。だって自分の中でできない自分と向き合っていくわけですから。善人の自分に立てることなら頑張るんですよ、人間は。でも頑張っても善人の自分に立てないってことが分かってることと向き合っていくってことはなかなかできないんです、ね、どんなに頭ではね、マイナスの側を受け入れることが大事だって分かっててもね、本当に分かってるわけじゃないんです。本当には分かってない。はい、どっかでマイナスの側を捨てられると思ってるんです。そのようにしてたらいいんですよね。そう、で大事に受け入れていくことが、そう、でもそれが受け入れざるを得ないってことが分かったら、悪人だから否定するってことはなくなるはずなんです。だからモヤモヤするって気持ちがないはずなんですよ。モヤモヤするっていうのはどっかで悪人はなくなると思ってるんです。
まあ、挑むべきことは一緒ですね、一生懸命よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとだけいいですか。はいはい、言いまして